皆さんこんにちは、グラです。本日もポケモン XY の対戦実況していきたいと思います。今回はパーティー変更あります。まあありますけど、1試合目は今まで使ってたパーティーでの試合になります。で、まあ2試合目からね、新しい、まあ、パーティーでの試合になります。で、まあ新しいパーティーって言ってもね、まあ変えたのは1匹だけなんですけど、まあね、その、まあ、変えたポケモンと、まあ、新しい、まあ、新メンバーの紹介は、その1試合目と2試合目の間でやりたいと思います。それでは、試合の方入っていきたいと思います。ちょっと録画遅れましたけど、対戦相手の方が見つかりました。リリーさんですね。で、お相手のパーティーが、ちょっと待ってくださいね。ヒードラン、マリルリ、ガブリアス、ガルーラ、ポリツーですね。うん、なんか抜かしたな。ゲンガーだ。うん、サンダーは出したいかな。いや、微妙か。ギャラナットの並びは良さそう。割と良さそうですね。ただ、ゲンガーが先発だった時がちょっと嫌だ。けど、まあ、それはまあいいとして、まあ、ギャラナットでいきます。で、ラスイチ。これだとちょっと、あれか。ヒードランが辛いか。ただラティオスを入れるようなパーティーにも見えないんですよね。いや、そうでもないかな。ヒードランがいるんで、リザードンかラティオスは入れたいんですよね。いっそリザードン先発でいくか。あ、リザードン先発でいきますか。ゲンガーにも強いし、リザードン、ギャラドス、ナットレイでいきます。ガブの可能性がありますけど、まあ、ガブだったら最悪引けばいいということで、まあ、引けばいいと言いつつも、ステロとか巻かれるとだけで相当辛いんですけどね。で、先発はとりあえずガブじゃなければ何でもいいですね。いや、マリルリは辛い。マリルリは辛いですけど、まあガブじゃなければいいですね。それではリリーさん、対戦よろしくお願いします。どうだろうな。まあ相手からしたらガブ安定っちゃ安定だからな。ゲンガー OK、 これは OK。 こいつはメガゲンかどうか全く予想がつかないですけど、なんか色なんでメガな気がする。とりあえずニトロチャージで積んでいきます。ここはこれで辛いのは何だろうな。こいつメガだったらガルーラがメガじゃないんで、それはそれでもありがたいといえばありがたいんですよね。結構考えてますね、相手の方。引っ込めるか。なんだろう、まあガブリアスがいればガブリアスですよね。あ、ポリツーか。ポリツーはまあ別に OK。モーカとレースはまああんま関係ないですね。今の場面で、引いてきて、しかもポリツーだったんで、ガブーとマリルリはいなそうな気がするなってことは、ヒードランか、ヒードランかな、この並びだと。ヒードランか。だったら一回ナットレー出して、ここで交換読み交換されなければ大丈夫のはず。で、畑落とすすればいいですね。ヒードランは持ち物を畑落とせば結構なんとかなるパターンが多いんでね。食べ残し型とかメガネ型の場合はですけどね。で、トライアタック。あ、これはまあ OK。火傷さえ入んなければ OK。で、麻痺は別にいいや。で、ここ多分ヒードランだとは思うんですけど、電磁波とかから入ってくる可能性もあるんで、ここは一回畑落とします。多分ヒードランだったらヒードランだったら別にいいんで、畑落としたい。ここはどうだろうな。
さっきの場面でポリツに引いてきたんで、なんとなくガブはいないかなって感じがする。ああ、やっぱ電磁波から来ましたね。オッケーオッケー。まあ、安易な交換をしなくてよかったですね。ああ、ここは動いてほしかったな。まあいいや。ここは叩き落としますか。まあ、ここで巻き切ったから次は動いてくれるだろうということに期待して叩き落とすで、ドランがいれば出てくるタイミングですね。引っ込めた。なんだヒドランやっぱいましたね。風船だったらあんま美味しくないか。食べ残し型とかだったらかなり美味しい。おーし、でいらないのは、いや、ギャロスから入りますか。一応地震滝登りでいいか。多分ここは身代わりからかな、それか毒々から入ってくるかもしれないですけど、ただ食べ残しがないんでね、あんま粘れないんですよね、その毒マモ型みたいなやつは。マグストから入ってきたか。うわ、結構痛いな。急所か。急所はちょっと辛いぞ。まあ、ここ地震打ちたいんですけど、ゲンガーに引いてくる可能性があるんで、滝登りで行きます。引っ込めた、オッケーオッケー。ポリツーが安定かな、ポリツーですね。で、威嚇。まあそうですよね。ここ効果読み交換来るかな。いや、相手としては微妙にリスキーか。ここは一回ナットレ出します。電磁波かな、どうだろうかな、わかんないな。あ、イカ様か、なるほど。で、ここは宿りギーから入ります。まあ、ヒドラに入ったら、多分ヒドラあの方食べ残し型だったら毒マモ型だと思うんで、宿り木が入るのは結構うまいはずですね。動いてくれればですけど、どうだ、よし。ここを守りたい。あ、守っちゃダメですよ。ここ身代わりとか張ってくる可能性があるんで、ここすぐギャラドスにパックします。リザードンでもいいか、リザードンでもいいと言えばいい。いや、毒いられたくないんで、ここは一回ギャラドス出します。毒持ってるかまだ分かんないですけどね。さっきいきなりマグマストームから入ってきたんで、いや、毒はあると思うけどな、この方だったら。相手安定は身代わりなんですけど、宿り木が入ってるんで、あんまり身代わりしたくないはずなんですよね。食べ残しもなくなってるし。で、リザードンもゲンガーに勝つためにできるだけ HP を温存しておきたいんですよね。てか、ゲンガーメガっぽいな、なんとなく。これ引っ込めてくるか。で、ゲンガー。なるほど。このゲンガーメガな気がするんだよな。だったら地震から入りたいけど、さすがにリスキーだし、ここは滝登りできます。ああ、メガゲン読み地震とかできたらかっこいいんですけどね。ですよね、メガゲンですよね。これ地震とか出たらかっこよかったんですけどね、ちょっとちきりましたね。これはあれですかね、鬼火、やっぱ鬼火ですね。おーし、これはうまい、これはうまい。よーし、これも自信でいいですね。とりあえずめんどくさいメガゲンは突破できそうなんでよかったですね。まあ、鬼火も命中不安定といえば不安定技ですからね。引いてくるかな、これ。わかんないな。道連れ、ああ、まあ別にこれはいいですね。ドランは、リザードンで相手ができなくもないんで、いや、大地の力とか持ってると怪しいか。いや、まあまあリザードンでいいですね、ここは。多分
食べ残しってことは毒毒身代わりマグマストーム、あとは守るとかだと思うんで、多分リザードに対する有効ではないはず。あ、ポリスから来たか。ここでなんかな、ここで公開読み交換してきそうなんですよね。ただ電磁波とか入れられると目も当てら、いや別にいいか。ここは交換読み、交換読み瓦割りで、交換読み、交換読み瓦割り。あ、ダメだったダメでした。ただ結構入ったな。急所か、自己再生で今瓦割りしたんで、相手はまあ交換しづらいはずということで、まあ、ここは割とナットレへの交換が今度は安定しますね。しかし急所でもあんなダメージか結構入ったと思ったけど、どうだろうな。ここはさすがに交換してきづらい場面だと思うんですけどね。イカ様か電磁波だと思います。あ、自己再生か。はははは、まあ、これは OK ですね。あの、まあ、ポリツーがしっかり動いてくれれば OK。 ポリツーじゃない、いや、ナットレイが、ナットレイがしっかり動いてくれれば OK ですね。引っ込めた。ここまあ宿り木が入るか入らないかでだいぶ違うんでね。どうだ、よし。大地の力もしかして持ってんのかな。でもこの方で大地の力は多分スペースがないと思うんですよね。でも身代わり張ってきてないしな。一回守ってよーって、大地でも力持ったらどうせ厳しいのか、こいつ死に出ししなきゃいけないんで。だったらもう大地の力持ってないことにかけてリザードン出します。もうどうだろうな。マグマストーム、これは OK。 4分の1だし全然入んないでしょ。オッケーオッケー。このサイクルが続けば基本的には、いや多分よ、バグが怖いですけどね。バグさえなければ勝てるはず。でまあここは瓦割りで、どうせこっちは交換できないんで。でここで公開目交換来んのかな。いや、ここはまあ深読みせずに素直に行きましょう。このサイクルが続けば基本的には勝てるはずなんで。相手もその公開目交換決めるとポリツーの HP がどん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 減ってっちゃうんで、そんなにやりたくないはずなんですよね。てかこのポリス電磁波持ってないのか。いや、それはない、それはない。何を言ってるんだって話ですね。引っ込めた。あ、ここで来たか。まあ OK ですね。ドラン、まあそれは OK で、リザードン出します。で巻き筋なんだろうな。実はマグマ、実は大地持ってるパターンが厳しいのか。いや、ないあったら持ってきてるだろう。あー、持ってるし、マジか。いや、でも耐えた耐えたぞ。ここは瓦割りで。あー、持ってたか。くっそー。さっきのあのマグマストーンはあれですね、こっちのナットレイの守り読みとかですかね。あとこれはだいぶ厳しくなってきたぞ。だって瓦割り2回落とせないかな。落とせそうっちゃ落とせそうか。これフレアドライブだとまずいかな。いや、これ激輪とかだったら確実に落とせますよね。多分確実とは言えないか。フレアダイブだ、反動で落ちちゃうかな。いや、わかんないな。瓦割りだとまずい。で、ヒードランに対して激輪だと、いや、あの HP はさすがに持っていけないだろう。瓦割りできます、ここは。
ちょっとちぎりましたね。落とせるかな。よーし、よーし、落とせた。オッケーオッケー。いやー、リザードンもやっぱいい火力してますね。いや、大地持ってたか。しかしあれか、じわじわ削って最後一気に潰す作戦だったんですかね。いやー、焦るわ。河原割りでさすがにこれ落とせるでしょ。よーし、いやー、相手のプレイングにかなり騙されてましたね。それではリリーさん、タイさん、ありがとうございました。最初にも言ったと思いますけど、今回パーティーの変更があります。まあ、1匹だけですね、まあ、クビになるポケモンがいるので、まあ、そのポケモンと、あとはまあ新メンバーの紹介をしたいと思います。クビになるのがこいつですね、リザードンですね。理由は、まあ、ステロが痛いからっていうのが、まあ、一つのてか、まあ、理由です。で、まあ、こいつ別にステロ巻かれてもね、仕事のできるポケモンではあったんですけど、やっぱ環境にめちゃめちゃ多いね、ステロガブに対して、まあ、かなり弱いので、まあ、そういった意味でね、まあ、こいつはちょっとクビになりました。はい。で、まあ、このニトロチャージリザードンって、まあ、本当に使い勝手が良くてですね、タイマンであれば大体の方のね、ゲンガーとか月光ガに、まあ、勝てますし、リュウマイは持ってないんですけど、まあ、リュウマイがなくてもね、素で火力があるんで、まあ、相手の耐久がね、そんな高くなければ、倒配技で押して勝てるみたいなパターンが多かったんで、まあ、かなりね、使い勝手の良かったポケモンではあるんですけど、うん、やっぱりちょっとね、環境に多い、まあ、ステロガブとかクレセリアに対して、まあ、かなり弱いので、まあ、そういった理由でね、まあ、今回クビになりました。まあ、もしかしたらね、今後またパーティーに戻す可能性もありますけど、まあ、とりあえずはね、しばらくの間は、まあ、リザフィックバレーで修行してきてもらおうと思います。まあ、弱いリザードンなんていらないということですね。で、次に、ま、新メンバーの紹介をしたいと思います。はい、新メンバーはこいつですね。バシャーモですね。で、ま、こいつがね、ま、新しいパーティーのメガ進化枠になります。で、ま、性格維持っぱの、ま、努力値ぶりは、AS ぶっぱです。ま、S はちょっと調整しようかなと思ったんですけど、ま、純速サザンを抜きたかったんでね、ま、それだったらぶっぱでいいかなと思ってぶっぱになってます。で、まあ、技構成がね、ちょっと突っ込みどころのある技構成なんですけど、まあ、まずね、フレアドライブですね。これは、まあ、単純にメインウェポン。で、次の畑落とすなんですが、まあ、これはね、こいつに対して出てくるゴーストに通す技ですね。まあ、あとね、クレセに対してもそこそこ通って、クレセの HP がね、少し減ってる状態だったら、畑落とすからのフレアドライブで落とせたりもするんで、まあ、畑落とすは結構、まあ、使い勝手のいい技かなと思ってます。まあ、で、次ですね。一番突っ込まれそうなのが、この次の、バカ力っていう技ですね。これはですね、まあ、サザンガルドの並びの時にね、サザンに飛び膝打って、で、ギルガルドになんかすかされてダメージ受けるみたいなのがあんましたくなかったっていうのと、あとはまあ、ガルーラゲンガーの並びとかもそうですね。まあ、あとはそのヒードラン対面でなんか守るされて結局負けるみたいなパターンがちょっと嫌だったんで、まあ、そのね、守るとか相手の交換とかを考えずにとりあえず打てるバカ力をまあ採用してみました。うん、ただやっぱ飛び膝が欲しい場面もあるんでね、まあ、飛び膝にするかもしれないんですけど、まあ、しばらくはね、まあ、この技構成でやっていこうかなとは思います。で、まあ、こいつが入ったことによって、まあ、一応ね、パーティー隊でも多かった、まあ、バンギラスとかガルーラとかに対して、まあ、結構強くなったんで、まあ、他にもまあ、いろいろ弱点とかも出てきたんですけどね、まあ、とりあえずはね、このポケモンを入れた6匹で、まあ、対戦していきたいと思います。まあ、それではね、そのまま対戦の方入っていきます。対戦相手の方が見つかりました。オガジさん、パーティーお試し中ということですね。僕も今回新入りを連れてきたんでね、お試し中といったらお試し中な感じですね。お相手のパーティーが、レイジュランドロス、バンギラス、ガモス、ハッサム、サンダー、シギバナーですね。これは新入りのバシャーモが結構刺さっているように思いますね。バシャーモから入りますか。んで、あとはギャラドスがそこそこ良さそうかな。いや、そんな良くもないか。ガモスとランドに後出しできるぐらいですかね。まあ、悪くはないか。悪くはないですね。ギャラドス出しますか。で、ラスイチは不思議花を相手できるラティオスかな。うん、これで行きましょう。結構即決しちゃいましたけど。まあ、サンダーがちょっと辛いんですよね。リザードンがいた時はリザードンで相手ができたんですけど、バシャンは、まあ、相手はできなくはないんですけどね。まあ、なかなか安定しないということで。ちょっとサンダーの相手をラティオスに任せる感じですね。
できついのがやっぱサンダーかな。流星群で落とせないぐらいまでにあの HP を振ってる方だとちょっとめんどくさいですよね。あとはやっぱ不思議花か。不思議花は結構眠り粉を最近切ってることが多いんで、ラティの後出しが割と安定はするんですけど、ただ相手のパーティー不思議花以外にはあんまりね、ラティの技が通らないんで、ちょっとその辺うまく立ち回りなんとかしたいところですね。それでは、小梶さん、対戦よろしくお願いします。こちら、先発、バシャーモです。ランドロスから来たか。ここ、地震打ってくるのかな。ここは一回ギャラドスで、トンボか地震だと思うんで、ここは一回ギャラドス出しましょう。ステロの可能性もまあありますけど、まあ、それはまあ、その時はその時ということで、まあ、一応リザードンじゃなくなったんでね、ステロに対してはまあリザードンほどきつくはないといった感じですね。ここでもこっち結構浮いてるポケモンが多いんで、若干自信が打ちづらいとこではあると思うんですよね。ここはギャラドスです。どうですかね。地震 OK。一応スカーフ読みなんで、ここで出てくるとしたら、バナカサンダーかですね。なんで、ここは、氷の牙でいきます。不思議花もメガ進化前であれば、一応そこそこのダメージは出ると思うんで、不思議花ですね。どんなもんですかね。そんな入らないな、やっぱり。ここはラティオス出します。うん、ここは読まれそうなとこではあるんですけどね。で、相手がランドとバナーですね。なんでラティのエスパー技を受けるためにあいつがいる、バンギがいそうですよね。で、まあバンギが追い打ち持ってたらだいぶきついんですけど、ここはまあバンギ読みで交換読み交換いきますか。ここはバシャーもいきます。さすがにここで不思議バルを失いたくはないと思うんですよね、相手は。で、バシャーモのことを考えると、レイジューランドも若干切りたくないって考えると、ここは、まあ、引いてくると思います。引いてくるとして、バンギーかハッサムだと思うんで、ここはバシャーモが結構安定すると思います。引っ込めた、オッケー。なんだ？ランドで受けに来たか。ここメガ進化して一回守ります。トンボとかしてくる可能性があるんで。これはでも読まれたかな、バシャモへの交換を。バンギがいるけど、こっちがその公開目交換を決めることを読んでのランドロスって可能性もありますね。ここさっきギャラドスで透かしたんで、まあ、迂闊に自信を打ってこれないと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。ここは一回様子見の守るです。まあ、スカーフ読みですね。スカーフ読みでの守るです。どうですかね。自信、ああ、素直に来ますね。で、ここは、ラティオス出します。ギャラドス読みで不思議花が来るかもしれないんで、ここはラティオスですね。バンギがいる可能性もまあありますけどね。どうですかね。引っ込めた。なんだろうな。不思議花、これは OK。バンギがいるかどうかが若干怪しいんですよね。ここ流星群で行きましょうか。一応ランドロス。バンギが出てきても一応最大ダメージを与えるっていう意味で。多分不思議花この HP だったら持っていけると思うんだよな、流星群でも。流星群通る。OK ですね。
まあ、一応バンギに引いてきた場合でも流星群がまあそこそこのダメージは入るってことでね、流星群打ちました。あ、この感じだとバンギはいなそうですね。ここは激輪持ってんのかな、わかんないな。ここはギャラドス出しますか。威嚇も一回入りますし、まあ、トンボとかでも、ね、一応対応ができるんで。どうだろうな。トンボが安定といえば安定ですけどね。あ、トンボですね。で、まあ、ゴツメが入るんで、そこそこは美味しいといった感じですね。この感じだとバンギはいない。ハッサムも若干考えづらいんで、サンダーかウルガモスかなとは思ってるんですよね。ガモスだったら相当、あ、サンダーだったか。ここはボルチアンあればボルチアン安定の場面ですよね。ラティオスは切れないのか。ギャラも、なんとも言えないところですね。ここはバシャーモで一回受けに行きますか。10万とかでも多分一発は耐えると思うんで、エアカッターとかじゃなければ耐えると思います。ああ、交換釣り出し来ましたね。これはラティオスで受けに来る読みですかね、多分。こいつはもうスカーフなんで、守るで固定します。地震だったらラティオスに下げたら安定ですね。どうですかね。岩雪崩、ああ、そういう系できたか。ここは畑落としますか。これでまあスカーフがなくなるんで、まあ守る固定ができなくなりますけどね。ただラティオスで上から殴れるようになるんで。結構痛いな、急所か。まあ仕方ないですね、これは。ここはフレアドライブでいきますか。反動が怖いけど大丈夫だな。フレアドライブでいきます。多分ランドロスはさすがに落とせるんじゃないかな、これは。この HP だったら。落とせますね。で、サンダーが厄介な持ち物を持っていると嫌なんで、ここは、畑落としてバシャーモには退場してもらいます。羽休めとかしてくる可能性もありますけどね、フレドラで落ちる読みで。とりあえずここは畑落としておきます。まあ、この前みたいな、ね、直帰サンダーみたいな可能性もなくはないんで、ここは畑落とします。どうだろうな、急所。食べ残しか。だったら美味しいですね、放電。で、これで、まあ、馬車が落ちて、で、ラティオスで決めれば OK ですね。これ相手が HP でずぶといだと落ちない可能性があるのか。ここは流星群でいきますか。よーし、当ててくれる。OKOK。バシャーもやっぱ使いやすいですね。ちょっとリザードンに比べて若干使いやすいなって感じがありますね。ちょっと今、あんまりまだそんな試しはないですけど。OKOK。それでは、オガジさん、対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここから後語りになります。今回はちょっとお知らせしたいこともあって、いつも以上に後語りが長くなってしまうので、まあね、いつもみたいに対戦が興味のない方はブラウザーバックしちゃってください。まあ、まずはね、いつものレート報告です。まあ、ほほど試合をしましてね、なんとか2000には乗りましたね。まあ、なかなかレートが上がらなくてですね、まあ、前にね、エーフィを外した時みたいにレート爆下げみたいなことはなかったんですけど、まあ、ずっとね、1800、なんか、その後半、1890ぐらいから1980ぐらいをずっとうろうろしてまして、まあ、なかなかね、2000に乗れないなと思って、まあ、そういうこともあってね、まあ、今回は少しパーティーをいじってみました。で、まあ、いじって最初の方はちょっとなかなかバシャームの使い方がわからなくてですね、まあ、あんまりレートが、まあ、下がりもしなかったんですけど、まあ、上がりもしないみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとね、バシャームの使い方慣れてきたら、まあ、ちょっと勝率が安定して、まあ、なんとかね、2000に乗ったっていう感じですね。で、まあ、新メンバーのバシャーモなんですけどね、まあ、こいつのおかげで、まあ、今までね、パーティー単位で重かったバンギラスとかね、まあ、ガルーラに対してかなり強くなりましたね。まあ、特にガルーラは、まあ、今までその特殊ガルーラの場合はかなりきつかったんですけど、まあ、相手のガルーラがね、特殊なのか物理なのかっていう、まあ、判断をしないで単純に上から殴り殺せるポケモンなんで、まあ、そういう意味でね、まあ、単純にガルーラに対して結構強くなりましたね。まあ、あとはそのサザンガルドの並びにもかなり強くなりまして、
まあ、この2匹は基本バシャーモで両方相手ができるんで、まあ、そういう意味でね、まあ、今までそのパーティー単位で重かったところを、まあ、バシャーモがなんとかしてくれるようになったという感じですね。はい。まあ、あとはね、ポリツーあたりにも、まあ、勝てるポケモンなんで、まあ、今までそのガルーラとかポリツーを見るとね、ナットレーの選出がまあほぼ確定みたいな感じだったんですけど、まあ、今回というか、まあ、それで、まあ、そういったところに、まあ、一応ナットレーを選出しなくてもね、なんとかなるようになったということで、まあ、そういう意味で選出の自由度が上がったっていう感じですね。まあ、逆にその、ウォシュロトムがね、今までより重くなったりとか、まあ、弱点が増えたっていう部分もあると思うので、まあ、その辺に関してはね、まあ、ちょいちょいなんかまあ、パーティー全体でまあ、修正していきたいと思います。まあ、前回までにね、まあ、あんまりパーティー変えないとか、まあ、パーティー変更しないとか言っておいて、まあ、早速変更してしまったんですけど、まあ、それはね、ちょっと勘弁してください。で、まあ、次にお知らせしたいことなんですが、ですね、僕今回まあ、ウドさんっていう、まあ、僕の動画見てるような方は大体そのウドさんも知ってると思うんですけど、まあ、ウドさんっていうね、まあ、反ニート勢がなんちゃらっていう、まあ、動画を、まあ、上げている方なんですけど、まあ、その方がね、まあ、主催される、実況者大会に、まあ、参加させていただくことになりました。はい。で、まあ、まあ、開催されるのは、6月から7月ぐらいの間なんで、まあ、まだちょっと先の話なんですけど、まあ、一応ね、お知らせだけしておこうと思いました。はい。で、まあ、参加者とかについてはね、まあ、まあ、ウドさんの、そのツイッターの方を見ていただければわかると思うので、まあ、そちらを見ていただけるといいんですけど、まあ、全体的にね、まあ、中にはそのコンセプトパーティーみたいなのを使う人もいるんですけど、まあ、全体的にですね、レートガチ勢が多いんですよね。シーズン2の時に、まあ、レート2100超えを、まあ、達成した方も、まあ、何人もいますし、まあ、そういう意味でね、まあ、かなりガチの大会になっていると思います。まあ、レギュレーションもね、かなり、まあ、ガチ仕様というかね、完全にもうそのシングルレート準拠の大会になってまして、まあ、よくね、実況者大会で結構ある、パートナーズ制とかね、まあ、そういうのがなくて、まあ、単純にね、その普段やってる、まあ、そのシングルレートと全く同じルールで、まあ、やるみたいな、まあ、試合なので、まあ、かなりそのガチ度のね、高い、まあ、大会だと個人的には思ってます。まあ、僕はね、一応まあ、ガチで勝ちに行くつもりなんですけど、まあ、正直言ってあんま自信はありません。はい。まあ、お知らせしたいところは、まあ、そんな感じです。それではね、ここから まあ、長くなりましたけど、まあ、ここからさらに長くなるんですけど、まあ、コメント返ししていきたいと思います。それではコメント返しの方をしていきます。1個目ですね、この1個目の質問、本当は前回答えるはずの、まあ、質問だったんですけど、ちょっと前回ね、答え忘れてしまったんで、まあ、今回は答えさせていただきます。これ、本当すいませんでした。で、まず1個目ですね、ラティオスとサザン、またはガブリアスの両立ってありですかってコメントですね。まあ、ラティオスガブとかだったらいけると思うんですけど、ちょっとラティオスサザンにしてしまうとね、まあ、特殊系で結構簡単に止まってしまうんで、まあ、あんまよろしくないかなとは思います。まあ、ラティオスが受けられないゴースト技をサザンが受けて、まあ、サザンの受けられない格闘技をラティオスで受けるみたいにはできるかもしれないんですけど、まあ、ラティオスって格闘受けとしてはちょっとあんまりね、その防御面が高くないんで、まあ、あんまり受けられないかなということで、まあ、それよりはね、特殊ドラゴン1匹と、まあ、物理ドラゴン1匹みたいにした方が、まあ、バランスはいいんじゃないかなとは思います。で、次ですね、グラさんの動画見て、3DS ごとポケモン買ってしまった。グラさんのパーティー真似てもいいってコメントですね。まあ、嬉しいコメントではあるんですけど、僕のパーティー真似しようとするとね、多分今回買ったポケモンって XY だと思うんですけど、まあ、XY 以外にもね、ブラックホワイトとか、ソウルシルバーとかを買わなきゃいけないんで、まあ、結構ね、お金かかってしまうんで、まあ、初心者の方であるんだったら、パーティー真似てもらってもいいんですけど、まあ、結構お金かかりますよ、っていうのと、あとやっぱポケモンって自分でパーティー組むのが楽しいゲームだと思うんでね、まあ、慣れてきたら、まあ、自分でなんか強いパーティーとか考えてね、作ってくれたらいいんじゃないかと思います。で、次ですね。グラさんのオタには何がいますか？カメックス？コモル？っていう質問ですね。まあ、僕のオタにはね、リュウマイ硬くなる型のトランセルがいます。で、次ですね。ゴスメギャラの努力値売り悩んでます。A と B どちらに厚く振るか何かご意見あれば助かりますってコメントですね。まあ、僕のギャラは一応、まあ、HA ぶりなんですけど、まあ、アタッカーとして使いたいんだったら、まあ、A に振ってもいいと思います。ただやっぱ物流系にしたいよってなるんだったら、まあ、A に振るよりかは、まあ、B に振った方がね、安定感みたいなのは増すと思います。ただやっぱガブリアス を倒すことを考えるとね、やっぱある程度は A に振った方が、まあ、氷の牙でね、ラン1ぐらいには持っていけるんで、うん、まあ、ある程度は A に振った方がいいと思うんですけど、まあ、物流系として使いたいんだったらね、B に振った方が安定するとは思います。で、次ですね、装飾直近のメルゴンを粉対策で入れているのですが、バナナだと自利品です。おとなしく他のポケモンにした方がいいでしょうかってコメントですね。まあね、粉対策の直近のメルゴンは、まあ、結構強いんでね、まあいいとは思うんですけど、まあやっぱね、バナナとの殴り合いだとヘドロ爆弾で毒もらって結局打ち負けてしまうみたいなパターンがまあ多いって聞いたんですよね。
まあ、なんでね、あ、まあ、一応その粉対策の直近のメルゴンはパーティー言えつつ、まあ、バナーに対して、ね、ある程度打点の持てるポケモンを入れておけばいいんじゃないかと思います。まあ、エスパーポケモンとかね、まあ、飛行タイプのポケモンとかを入れておけば、まあ、バナー側も結構選出がしづらくなりますし、まあ、最悪ね、その直近のメルゴンが打ち負けてしまった後にまあ落とせるっていうことで、まあ、メルゴン以外にもなんかバナーに強いポケモンを入れておけばいいんじゃないかなと思います。で、次にですね、バシャームにインファくださいってコメントですね。あのね、前回のコメント返しの時に、バシャが飛び膝を外すのはある程度仕方ないみたいなことをね、僕はドヤ顔で語ったんですけど、まあ、自分でバシャームを使ってみて、まあ、気づきましたね。まあ、バシャームにインファイトめちゃめちゃ欲しいですね。はい。まあ、飛び膝はね、やっぱちょっと打つのが怖い技って、まあ、自分で使って思って、まあ、その、ついでね、まあ、僕はチキン技の、まあ、バカ力を採用してるんですけどね。まあ、そもそもバシャームがインファを覚えれば、バカ力なんか採用するわけないですからね。はい、なんでバシャームにインファもめちゃめちゃ欲しいですね。なんで、まあ、ゲームフリークさんにまあお願いしてね、なんとかバシャームにインファ、バシャームがまあインファを覚えるようにしてもらいたいですね。はい。で、次ですね、ドンファンの技構成でおすすめだったら教えてくれませんか？あいついろいろ覚えられて困るっていうコメントですね。いや、あいつほんといろいろ覚えますよね。あいつ、じゃれつくとか氷のつぶてとか覚えますけど、あいつのどこにはそのフェアリー要素とかね、氷要素があるんだって、まあ、突っ込みたくなりますよね。はい、まあ、そこはまあ置いとくとして、まあ、確定技はまあ、地震とつぶてあたりだと思うんですけど、まあ、あとはなんだろうな、まあ、あいつ、頑丈持ちなんでね、まあ、行動がまあ、一回は確保されるっていうことで、まあ、ステローあたりは結構安定して負けるので、まあ、ステローはいいと思います。なんで、まあ、地震、つぶて、ステロー、あと一個はまあ、なんだろうな、まあ、ちょっと読まれやすいですけど、まあ、ガムシャラあたりがいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはサザンドラを倒したいって考えるんだったら、まあ、じゃれつく覚えさせたりとかね、まあ、ハッサムあたりに役割もしたいって思うんだったら、まあ、炎の牙とかもありだと思います。まあ、この辺はまあ、パーティーによって、まあ、いろいろ自分で考えて入れてもらったらいいんじゃないかなと思います。で、次ですね、主は社会人になってもホモ社会に貢献しますかってコメントですね。なんか現在その学生の立場からホモ社会に貢献してるみたいな質問ですけど、別にホモ社会にまあ今のところとか、いや、これからもね、今までもまあ貢献するつもりもしたつもりもないんで、まあ貢献しません。はい。で、次ですね、受会員に、受会員主軸にパーティー作りたいです。アドバイスください。お願いします。何でもしますからって、まあすごい熱いコメントですね。まあ受会員はやっぱ、両党にするパターンが多いのかな。ちょっと自分が使ったことないんでね、ちょっとなんとも言えないんですけど、まあ、両党と考えると、まあ、素早さのある両党アタッカーということで、まあ、基本的には結構ね、相手のポケモンが何でやろうと、まあ、それなりに負担をかけられると思うんで、まあ、ステロとかね、砂とか巻いて、なんで、カバルドンとかでね、まあ、ステロ巻いたりして、まあ、相手の、タスキ潰し、プラスちょいダメージみたいな感じで、少し削ってからね、上から殴るみたいな、まあ、今流行ってるカバルカみたいな構築にしてもらったら、まあ、結構、まあ強いんじゃないかなとは思います。ただちょっと自分で使ったことがないんで、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあ、そんな感じがいいんじゃないかなと思います。で、次ですね、エーフィーがオスだからホモ疑惑かけられてるんじゃってコメントですね。なんかこのコメントたまに見かけるんでね、まあこの場でちょっとはっきり言わせてもらいますけど、エーフィーは別に嫁ポケじゃないですよ。嫁ポケじゃなくて相棒ポケモンですからね。ちなみにまあ僕の嫁ポケモンはラティアスです。次ですね、たった今、乳首が一つ取れたんですが、どうしたらいいですかってコメントですね。まあ、これはどういった理由で乳首が取れてしまったのかにもよりますね。まあね、その、事故とかで乳首が取れてしまったんであるんだったら、まあ、今すぐ病院に行ってください。で、まあ、事故とかではなくてね、まあ、変な性癖で、まあ、変なプレイをしてしまってね、乳首が一つ取れてしまったとかであるんだったら、まあ、ちょっと病院に行くのは恥ずかしいと思うんでね、まあ、そういう人は、まあ、傷パワーパッドでも貼っておいてください。で、次ですね、無邪気両刀メガルカリオの技構成努力値でおすすめありますかっていうコメントですね。まあ僕がメガルカリオを使ったことがないんでね、ちょっとまあアドバイスしづらい部分ではあるんですけど、あの人が使ってた、童貞の帝は帝王の帝だっていう凄まじい名言を残したね、まあバッチさんっていう方、まあ僕の動画を見てる方はそのバッチさんは知ってると思うんで、バッチさんが前まで使ってたね、メガルカリオの方は、まああれは結構理にかなった、そのルカリオの適応力っていう特性をね、まあ、結構活かした理にかなった方だと自分は思ってるんで、まあ、あんな感じの方がいいんじゃないかなと思います。確かあのルカリオは、インファイト、ラスターカノン、守る悪巧み型で、努力値ぶりが確か CS ブッパの A4 振りだったかな。なんで、まあ、それをベースにね、まあ、自分で先制技が欲しいと思ったら、まあ、先制技入れたりとかね、まあ、あるいはなんか技範囲を広げるとかでもまあいいんじゃないかなと思います。ただ結構あの方のルカリオはね、結構理にかなった方だと思ってて、
まあ結構まあツッコミもされてましたけどね、先制技ないのはなんかありえねえみたいなツッコミとかありましたけど、まあ僕はそんなにルカリオに先制技が欲しいとはまあ僕は思わなかったので、まあ結構ねあの方のルカリオは強いと思います。で次ですね、主の130足をティンティンはスカーフ巻いてますかってコメントですね。まあ僕のティンティンは一応スカーフは巻いてないんですけど、一応竜の舞を採用してるんでね、まあ一回詰めばその辺のスカーフ持ちにも負けないぐらいの素早さを得ることが可能です。で次ですね、彼女にプロポーズします、どうやってプロポーズすればよいですかっていうコメントですね。これはどうだろうな。それじゃあね、あれですね、まああなたは僕の太陽です、毎日僕のことを照らしてくださいっていうのがいいと思います。で次ですね、そういえばイラストとか募集しないのってコメントですね。これはね募集しようと思います。はい、なんでね僕の絵とかね、僕のポケモンの絵とか描いてくれる人がいたらね、はい、ぜひ描いてください。まああとね、その実況者大会に出るんですけど、まあその実況者大会の時にまあちょっとね自分の絵を用意してほしいっていうことだったんで、まあその大会用の絵みたいなのもなんかね描いてくれる人がいるんだったら、それは本当にお願いしたいです。なんでね、絵うまい方いたら、はい、ぜひお願いします。で次ですね、ライコンに強いポケモン教えてください。メザコーリー波動弾のことを考えたら夜も眠れませんっていうことですね。そうですね、まあ波動弾持ってるライコンってそんなにはいないんでね、基本的にはまあナットレイとかがかなり強いと思います。まあ波動弾のことも考えるんであったら、自信を覚えたねメガ不思議花あたりは多分かなり勝てるんじゃないかなとは思います。まあ10万でも落ちない、まあメザコーリーでも落ちない、波動弾でも落ちない、シャドウボーでも落ちないし、まあ、その身代わり瞑想みたいなのを防ぐための自信もあるんで、やっぱその自信持ちのメガ不思議花はかなり強いんじゃない、そのライコンに対して強いんじゃないかなと思います。で次ですね、ウプ主音楽8よく選ぶけどただ好きなだけ、俺はポケスタ意識で好きっていうコメントですね。多分ね僕がよく選んでるのは8番じゃなくて9番ですね。はい、でまあポケスタ意識とかではなくて、まあ単純にね結構好きだからまあ選んでるだけですね。はい、で多分8番じゃなくて9番だと思います。で次ですね、高レートでヤーティーはありえますかなってコメントですね。これはありえるというか、まあ、あのシーズン2の後半にですね、レート2070ぐらいの方がヤーティーっぽいのを使ってましたね。あの6匹全部が焼け物だったかわかんないんですけど、多分その選出された3匹は多分焼け物だったんじゃないかなと思います。まあ、その試合ね一応録画してて、まあ、実況もつけてたんですけどね、あのサンダーとバンキの対面でここ竜馬に包まれそうだなーとか言ったら普通にストーンエッジ打ってきたりとかね、まあ、ナットレイが出てきたんで、とりあえずまあヤドリギ来そうですけどリザードンで受けに行きますとか言ったら、あのハチマキジャイロかまされたりとかね、まあ、かなり苦戦しましたね。まあ、結果的には勝ったんですけど、まあ、かなり苦戦したんでね、まあ、その使い方次第ではヤーティーでもまあ高レートいけると思います。で次ですね、何か漫画雑誌買ってますかってコメントですね。ね僕は週刊少年ジャンプと週刊少年マガジンを毎週買ってますね。で週刊少年ジャンプに関しては多分15年ぐらい買い続けてると思います。で次ですね、グラさんはポケモン以外だとどんなゲームをしてますかってコメントですね。僕ポケモン以外のゲームってほとんどやってないんですよね。まあ、昔はねキングダムハーツとかねドラッグオンドラグーンとかまあやってたんですけど、まあ、最近は全然やってないですね。一番最近やったのがパワースマッシュっていうテニスのゲームだと思います。まあ、あとは何回か言ってるんですけど、まあネットゲー廃人だったっていう話を何回かしたと思うんですけど、まあその時やったゲームがね一応リネージュ2っていうゲームでして、まあそれはまあかなりやり込みましたね。多分1日に30時間ぐらいはプレイしてたんじゃないかなと思います。まあ今考えたらほんとクソゲーなんですよね。何が面白いんだっていうゲームなんですけど、まあやってる当時はねかなり楽しかったです。まあ、こんなこと言っといてなんですけど、まあ、今でも実はやってるんですよね。土曜日の9時はね、ボスを倒す日みたいのがあって、まあ、そのメンバーに入ってるんでね、その土曜日の9時には、なんかログインしなきゃいけないんですよね。で、そのボスに参加できない日にはね、主催の人に、何日の土曜日は参加できませんみたいなメールを送らないと怒られるんですよね。いやー、ほんとネトゲってひどいですよね。まあ、ネトゲってやっぱその人間関係とかができてくるんでね、なかなかその、やめづらいっていうのが、まあ、あるんですよね。まあ、僕もたまに、毎日はログインしてないんですけど、まあ、たまにログインしてて、やっぱそのチャットとかしてるだけでも結構楽しかったりはするんでね、まあ、そういう人間関係を作るっていう意味では結構楽しいとは思います。ただやっぱ飽きると本当につまんないゲームだと思います。はい、それでは今回のコメント返しはこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、コメント返し、まあ、最低30個は拾おうって自分ルールを決めてたんですけど、ちょっと今回パーティー変更とかね、実況者大会のお知らせとかがあって、ちょっとあんまりコメント数拾えなくてすいませんでした。はい、まあ、それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、まあ、次回も見ていただけると嬉しいです。失礼いたします。